難関が3人かな。小野さん、望月さん、勝瀬さんで、ちぐれさん、稲村さんと高橋さん、土井さん、これからですね、考えられたまあはい、うん、頑張ります。多分どこ行っても同じようなメンバーだと思うんですし、でも変わらず良さそうでした。良かったです、うん、今回は連日先行したいなって思いはあったから、うん、今日は先行できなかったですけど、まあ、積極的に動ければいいですね。まあ、位置もしっかり取りながら行くべきとこ行ってたけど、うん、そうですね。あとは、まあ、ほら前回とかも言ってる通り、いつまでも引く選手じゃないってところを見せたいし、うん、もう最近とかもう明らかにそういうのがはっきり見られて、うん、引かないんだろうなというのが、はい、浸透してきてる感じしますよね。まあ本当にしっかりと